竹部氏は、竹部を、死の名とする氏族。著名な竹部氏としては、日本の古代氏族の一つである竹部氏がある。日本穂高の明大部で、山和武尊村から竹部を政治とする。日本初期の慶光天皇40年世祭以上や、出雲国風土記出雲豪上に、天皇の直によって定められた旨の記述がある。古代山戸朝廷から各地に配置された屯田兵の、 ような軍事集団であったとされる。人心の乱では反乱者であった、大甘王子に敗れることとなったが、当初は、正規軍であったはずの大友美子の側で戦闘に、加わったと伝えられている。違う作りの竹部氏や竹部氏、字の通う竹氏、竹内氏なども同じ流れを組むらしいが、もっと明瞭な名高い一族は、竹部姓で名字が、ねじめしを名乗る一族であろう。 ちなみに、このねじめし書流の一つに竹氏がある、武家三章。また、近世大名となった、大海の武部氏は、佐々木氏の一門であるというが、上記の古代武部氏との関連も指摘されており、その一族であった可能性もある。俗日本紀の神語慶運2年に、全国から9人、そのうち信濃国からは、水内軍のお坂部千丸路と倉橋部、広人、 稲ぐの長田のとねり千代里、サラシナ軍の武部大垣の四人が、朝廷から褒美を受けた記述がある。このうちの武部大垣は、放章の理由について、人となり教順、親に、こうありとある。この180年後の、山和物語が古代インドの仏典、雑法造業の記労を今しめる説話を付け加えて、伝承が各所に広まり、定着して行ったものと考えられる。 これ以降、おばすて伝説は、さらしな日記や、今若物語集、洋曲、おばすて1368年、さらしなのりゆき、奈良山節公など、文学の世界にたびたび取り上げられてきた。だが、そこにおいては、親高校による、受賞の事実よりも、話のおひれであったはずの起労についてのイメージの方が、強調されてしまったようである。大垣は、 信濃国皿品郡の,の人とまでは記述にあるが、その住地については、千曲市八和田と長野市新州新町筑房であるとする二説があってつまびらかではない。しかし校舎が一応の定説となっている。そして竹富スク神社は、竹部大垣の古墳の上に建てられているのだとも伝えられていた。近年の発掘調査では現在は、 社殿の北側に位置している古墳の築造時期は、大垣の時代よりおよそ150年ほど遡ると、されて伝説は否定された格好である。この他にも千曲市上山田派兵家神社周辺を、候補地に挙げる説もある。ここも日本穂高に関連する神社とされる。九人の受賞者には、大垣の他にも紅葉を理由とする者はいて、武蔵区にいる間軍の人でやたべくろうまろ 津島島神屋形郡の人で、高橋蓮波十年目、貧乏国足田野郡の人で、阿木附金村、貝野国八代郎の人で、小谷忠だ五百位の名が見られる。残る一人は、岩見国美の郡の人で、ぬかたべの生けるひさげ売りで、政府、社会貢献などが、受賞理由となっており彼女は、その屋敷跡というのが伝えられた高橋蓮波十年目も、墓と言われる所在が知られている。 また、あびきは、地名が示されているが、他は推定の息を出ない。江戸時代の小説家、俳人、歌人、国学者、画家。1719年から1774年の、人で本性を北村と言い後に竹部と改めた。名は、久しい木の地に、あやたり、郷両袋、関陽祭、九路案、浅草案。 広崎藩の過労の次男に生まれたが20歳の頃に、兄嫁と通じて出本。上方で、徘徊師となり、江戸に出て、和歌の片歌を主張し、鴨の間淵門に入って、国学を学んだ。後に絵に才能を示し小説では、西山物語、由良物語、本庁推古伝を表した。画文体を示すとともに、江戸特本の基礎を作った。江戸時代の数学者、 幼児に、兄賢明と共に、関高和について、数学を学んだ。将軍吉宗に仕えて新任厚暮れ記述の、古問とされた。また、教法日本創図の作成を主催した。関高和、賢明と図って、大政三景を作ったが彼の数学上の成果の、ほとんどがこの中に含まれる。なおその著、綴り術三景は、和算の方法論を述べた。 唯一の書物として知られる。戦国時代後期の武部樹徳は、大見六角氏に仕えていたが、六角氏が没落した後は、織田信長に仕え、中川重政には長秀の下で、利領として、領内統治に敏和にを振るった。本能寺の変で、信長が死去し、長秀も、その三年後に没すると、橋場秀吉に仕え、 天が崎の統治を任されるなど徴用された。いわゆる豊臣恩子の一族で、関ヶ原の戦いの際には西軍に属し一時所領を没収されたが、遠赤の池田照正の取りなしによって許され海域を免れた。受徳のこの武部三重は、豊臣秀頼の近所であったが、三重の没後に家督を継承した、武部正長は大阪の陣では、 徳川氏に味方し功績を挙げ、戦後、池田氏の演歌として、大名として、復帰を果たした。江戸時代を通して、摂津甘笠基藩、後張馬林田藩の藩主家となる。明治維新の後は家族に劣し、死者を賜った。また、正長の伊坊兄の有馬義正は、母方の実家である、摂津有馬氏の養子に迎えられて、後に、奇襲藩に仕官。 その子孫で、林田藩主、武部聖宇の娘婿でもある有馬市林は、徳川義宗の側近としての功によって、伊勢西上藩に取り立てられている。十徳、三重、正長、正明聖宇、聖神器用地下、聖民久鬼流館有馬三つ高、長京政権、公平政圧師、聖和土入京正よ、 ありがとうございます。